じゃあこんにちは。さあ前半はですね、はい、99年のどんな、年だったか、そのチームそれぞれのオーダー、ベストオーダーを、そうだね、はい、振り返りましたけれども、はい、今回は、まあ、事件簿、事件簿ね、どんな出来事があったか、まあ、事件性があるのかどうかはわからないけど、まあ記録とかはあったりとかするからね。そうですよね、はい、出来事を振り返っていきたいと思います、はい、まず3月20日です、はい、西武ドームがようやく完成、まあ、97年からドームの工事が始まってようやく完成、うん、でこけら落としとなる西武対巨人のオープン戦が開催され、球場の第1号ホームランは巨人の松井秀喜選手、まあホームランはともかくとしてさ、はい、あの東京ドームとかいろいろ想像してたじゃない、はい、そしたらなんか間が空いちゃってんだよねそうそう、で夏は暑い冬は寒いって本当ですよなあ、だから大変な、まあでも雨はしのげるからね、あそうですそうです、だからそういう意味ではよかったけど、ちょっと斬新だなと思ってさ、あの夕方がいろいろ諸説ありますけれどもね、いろいろあるねでも梅雨時期は俺行きたくないわ、嫌です、だから3月、4月嫌ですし、6、7、8、9まで嫌だよな、まあそういうドームが完成しました、そういうドームが完成しました、はい、4月7日です、西武ライオンズの松坂大輔が東京ドームでの日本ハム戦、プロ入り初登板、8回2失点の好投でプロ初勝利を挙げます。高卒新人が4月に勝利投手となったのは66年の巨人の堀内恒雄以来33年ぶり。まあね、はい、片岡あっちゃんも語ってるけど、はい、あの金村が西武にいたんだよね、はい、で金村にいやどっちみち松坂って あれでしょって変化球ピッチャーでしょって一言言って、それを金村が松坂に伝えたんだよ、はい、お前変化球ピッチャーだと思われてるぞって、はい、だから片岡に対して155キロ投げ込んでいったというさ今でも語り継がれてるというね、はい、いやだからもうポテンシャルがすごいピッチャーが現れたなと思ったよね、そうですよね、うん、で今でもまあね現役でいますから、現役でやってるけどね、はい、すごいですよ、続いて同じく4月ですけれども16日、中日は東京ドームでの巨人戦に6対1で勝ち、1954年の西鉄に並ぶ開幕11連勝を記録します。すごいよね、開幕11連勝って言ったらさ、はい、もうその時点で11の貯金だからね、うわ嬉しい、いやスタートだし、まあ大体11試合やればさ、はい、2つか3つ貯金ができればもう御の字だっていうところがさ、はい、11個の貯金をもう開幕から作ったっていうことだから、はい、それは優勝に加速するよね、そうですね、まあそれ優勝するだけあるなっていうことですよね、そして4月20日です、オリックスのイチローが東京ドームでの日本ハム戦、3号2点本塁打を放ちプロ通算1000本安打を達成します。めちゃくちゃ早いよだって1994年、はい、俺が日本ハムに行った時に、はい、まあその前にイチローはデビューしてたよ、はい、で数本かは打ってたと思うんだけど、うん、94年に200本打って、はい、それで99年にはもう1000本打ってんだよ、 5年後ですよね、すごいよな、ね、このスピードっていうのはやっぱりすごい、いやすごいよ、そして4月30日になります、大英の球団社長の根本隆雄氏が心筋梗塞のために亡くなった、そうだね、はい、まあ、西武をね上昇軍団にし、はい、まあ、大英に移り、うん、大英を優勝させるという、まあ、本当に球界の功労者だよね、そうなんですね、うん、さあそして、5月は特に豊さんピックアップしなくて、はい、次6月に飛ぶんですけども、はい、6月3日です、オリックスの小川博文がグリーンスタジアム神戸での大英戦、1番ショートで先発出場して2号2点本塁打を放ち、プロ野球史上5人目となる全打順でのホームランを記録します。全打順でのホームランってどういうことを感じる、はい、全打順だから1番からこれパリーグですから9番まで、うん、あれこれ DH も、まあ、DH も含まれてると思う、いやだからそれだけ器用な選手だったという、あどこでも使えるようなというか、だから下位も打ったし9番も打ったし8番も打ったっていうこと、すごいですね、うん、でホームランですよね、全打順でホームラン、あのね DeNA か、はい、DeNA の時だったら、あベイスターズの時だ、はい、まだね DeNA になる前一緒にやったんだけど、はい、コーチでね、うん、やっぱ小力があるの、
力、身長は俺ぐらいなんだけど、はい、170ちょっとぐらい、うん、でも小力があった選手だね。へえ。でも右打ちが上手くてね、はい、いい選手だったよ。あ、そうなんですね。そうそう、すごいですね。でも全打全打全打 ね、うん、でホームランっていうのはなかなかできる記録じゃないよね。そうですね。さあ、6月12日になります。阪神タイガースの新庄剛志が巨人戦の延長12回裏、牧原ひろみの敬遠球を打ち、サヨナラヒットを放ちます。これはもうね、覚えてますよ。三遊間ね、はい、こんなに引っ掛けてね、うん、いやだけどやっぱりそういうのがプロ野球だよね。そうだから申告敬遠の今じゃ見られない、うん、このプロ野球の強さ。そうクロマティにしてもクロマティもそうだよ、ね、そう。だから新庄ってやっぱこうオールスターでホームスチールしたりだとかさ、はい、まあ敬遠のボール打っちゃったりとかさ、はい、楽しい選手だったよね。見せ方が分かってる選手だったね。いや、まあ、スター選手、ね、スター選手だったね、まさに、はい、そして7月6日になります。オリックスのイチローがグリーンスタジアム神戸での西武戦、15号本塁打を放ち、プロ通算100号本塁打を達成します。ホームランも早くね。そうだからすごいですよね、安打だけじゃなくて。いやだからその内野安打 だとかさ、はい、いろんなことを言われてるけど、はい、逆打ちが多いとか、うん、だけどねフリーバッティング見たことないでしょ。ないです。フリーバッティングは9割方入れるよ。あ、そうなんですか。あ、すごいよ飛距離も。あ、そうなんですね、うん、でも打席だったら自分の役割、はい、自分を生かすためにはどうすればいいのかっていうことをよく分かってる選手だよね。賢い、うん、でもオリックスの時は20何本かな打ったこともあるし、はい、だから、まあ、長打も兼ね備えたけど、うん、メジャーに行ったらもう徹底してたよね、自分は出塁ということに関して。そうですね。だから賢い選手だよね。うん。さあ、7月21日です。広島の金本智明が甲子園での阪神戦連続フルイニング出場がここから始まります。始まったのかな、ここからです。99年の7月21日あ最後なんか最後変な形で最後は代打出て一塁ランナーが盗塁して失敗したんだよね。で、はい、それで交代したから、はい、それで守備についておけばまだ続いたんだけど、連続試合っていうのはね、はい、イニングは途切れてるけど。そうです。みんなっていう、いやあっけない形で。いやただねぼんやりしてたの記録は。あ、これでもつくんじゃないかっていうようなぼんやりしてるわけよ。あ、そうだったの。確認がなかっただだから変な終わり方だったよねでしたよね。さあ、翌日7月22日です。横浜スタジアムでの横浜対ヤクルト戦、横浜がヤクルトに22対11で勝利、合計得点33は1950年の太陽対中日戦の28対5に並ぶセ・リーグタイ記録になります。でゲーム打点は32と、これは1950年に中日対阪神戦の31を更新するセ・リーグ新記録。なお横浜のローズがセ・リーグタイ記録となる1試合10打点10打点なんて言ったことないですよ。すごいよな、はい、万年ホームラン2本打ったって8打点だからな。そうですよねいやだから10打点っていうのはありえないんだけどさ、すごい。だからその事件簿っていうか、いろんな出来事が振り返ってると、はい、1人のピッチャーが6四球とかね、1イニング。 ありましたね。あるでしょ、はい、6四球って言ったら黙ってね2点くれるわけだからもう考えられないよ。本当そうですね。で、まあ荒れてるというかね、はい、まあそういうことだよね。ですよね。で、さらに横浜の石井拓郎がプレーオフタイ記録となる1試合6得点を記録した。それはローズが 10打点上げてたらその前打ってたら6得点ぐらいするわな。で同じ日です。ダイエーの秋山浩二がグリーンスタジアム神戸でのオリックス戦、プロ通算300盗塁を達成します。だからなんていうの、本当に三拍子揃ってる選手ってさ、はい、代表的なのは秋山浩二かなと思うよね。あ、そうだって率も残せて、はい、守りも上手くて、でホームランもある、うん、で300盗塁も、はい、足も使えるっていう、ただもう身体能力は半端ない選手だったよ ね、うん、ですね。そしてイケメンだったんですね。イケメンかどうかは分かりますいやなんかまあ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 、まあ、シュッとしてるよね。はいはい、 いやだからすごい人気だったと思います、まあ、そうだね。はい、さあ8月です。13日巨人のガルベスが横浜スタジアムの横浜戦3号満塁ホームランを放ち、プロ野球史上初めて投手で1シーズン2本の満塁ホームラン
投手でなあ二子さん満塁ホームランは、あ俺はね6本ぐらい、あすごい、うん、満塁ってさ、はい、意外とやっぱり押し出しをしたくないから、はい、甘いボールが来るんだよ、それを捉えられるか捉えられないか、あじゃあチャンスは結構あるってことなんですか、だってコースつけなくなるじゃんピッチャーって、うんうんうん、でボールが先行するともうとにかく相手の失敗をなんていうの望んで希望して投げるっていう、うん、そしたら甘いボールが来るんだよねってことなんですね、うん、それを捉えるか捉えないか、でもピッチャーってすごいよね、バッティング練習してないの、いやそうですよね、うん、まあバッティングのいいピッチャーだったけどね、ガルベス、あガルベスね、パワーがあるわ、うんさあ9月2日になります。西武の松坂大輔が西武ドームでの日本ハム戦に先発し、高卒新人投手として1966年鈴木啓司が記録して以来の1試合15奪三振、うん、さらに1962年東映の尾崎幸雄以来の毎回奪三振、すごいよな、怪物ですね、いややっぱ怪物だよ、はい、あのねまっすぐもそうだけどやっぱスライダーのキレが良かったよ、だってスライダーが曲がりすぎるからオープン戦の時は東尾監督だったと思うんだけど、ああスライダー禁止にしたんだ、曲がりすぎちゃうからね、まあ、曲がりすぎるってコントロールがあんまり良くなかったから、はい、だからまっすぐと、まあ、カーブみたいな、はい、そういうので投げとけって、うん、それでも一軍のローテーションに入って、はい、でスライダー解禁になったら三振バタバタ取れる、すごいね、すごいよ、こんな高校生もう出てこないんだ、だってお前甲子園の決勝でノーヒットノーランやるんだから、すごいですね、やっぱり。さあそして9月14日です。今度は巨人の上原浩二が名古屋ドームでの中日戦に先発し、完封でこのシーズン18勝目を挙げ、新人投手新記録となる14連勝を記録します。すごいな、負けない、はい、でもね俺アテネの時に上原とキャッチボールしたことがあるの、はい、で上原はちょっとフォーク投げてみてよって、うんうん、まあフォークが得意なピッチャーだったから、はい、でこう構えたところにフォークを落としてくるんだよね、構えたところにですか、ところに、はい、でこっちを投げれるのフォークって言ったら、あ投げれますよって、フォークをコントロールできるすごい、左右に、いやいやだから俺びっくりしたんだよ、だいたいベース板の中で落とすっていうピッチャーがいるじゃない、はい、そうじゃない上原、左右に落としてくる、そりゃやっぱ勝てるよ、14連勝しますね、すごいピッチャー、いやすごいピッチャーね、両リーグともね、松坂と上原、はい、上原投手と、すごいです。さあそして9月25日になります。福岡ダイエーホークスが福岡ドームでの日本ハム戦に5対4で勝ち、西武がグリーンスタジアム神戸でのオリックスに0対1で敗れたため、前身の南海ホークス時代1973年以来となる26年ぶりパ・リーグ優勝を果たします、ね、はい、よかったね、久しぶりですよね本当に、はい、で、9月28日です。日本ハム監督の上田俊治が辞任します。上田さんはさ、阪急、はい、の時に、はい、まあ、名将と言われてね、はい、まあ、日本ハムに来たんだけど、まあ、いろんな問題があったね、ごたごたがあって、はい、まあ、辞任という形にはなったけど、はい、まあ、皆さんも知ってるかも知ってから出てきますか、はい、9月30日です。中日対ヤクルトの試合が神宮球場で行われ、中日がヤクルトを5対4で破り、11年ぶりにセ・リーグの優勝を決めます。11年ぶりだったんですか、まあ、そうだね、中日も、うん、ただやっぱりこう考えると開幕11連勝、はい、俺がやっぱりアドバンテージになったね、聞いてきましたね、聞く。10月5日、巨人の上原浩二が神宮球場でのヤクルト戦に先発して勝利投手となり、1980年の日本ハム、木田勇以来、19年ぶりの新人20勝を達成します。20勝だからね。新人です、まあ、例えばいろんなチームに投げるじゃない。はい、1回データが回るじゃない。上原浩二ってこういうピッチャーだとか、こういう癖があるとか、こういう投球パターンでくるとか、それをもう超えてるっていうことだからね。20勝するっていうこと。そうですよね。うん、その中で14連勝があるんですよ、はい、だから相手のデータとかいうよりもデータを上回るだけの実力があったということだよね、そういうことの証明ですね、うん、で、10月8日です。近鉄は、二軍監督の梨田正孝が新監督に就任したと発表します、うん、まあ、二
日本ハムとか、はい、いろんなところでやられたけど、はい、まあ、いい監督だったよね、梨田さん。梨田さんね、まあ、最後楽天だったかな。そうですね、はい。そして10月28日です、日本シリーズ第5戦が名古屋ドームで行われ、大栄が中日を6対4で下し、4勝1敗として日本一を達成します、はい。さあ、そして11月1日です、横浜の佐々木一弘が FA でメジャーリーグへの移籍を表明します。ねえ、はい、あ、横浜からマジが抜けるかと思ってね、あ、これもまた来年優勝できねえわと思って詳細が、いや、メンバーも揃ってるからさ、はい、でも魔人っていうのはさ、特別な存在だったら、はい、やっぱもう絶対失敗しないみたいなイメージがあったでしょ、はい、相手だって魔人が出てきたら、うん、もう終わったと思わせるようなピッチャーだったから、はい、抜けちゃう、抜けちゃう。でファンとしては、あ、向こうで活躍してくれるんだって思いもね、ない横浜が、横浜がって思ったんだね。同じ日です、正力松太郎賞の選考が都内のホテルで行われ、大栄の監督の王貞治を選出と。これはね、正力、はい、松太郎さんってやっぱり巨人の、はい、ね、オーナーの人だったんだよね、うん、それが王さんがあれだけ偉大な巨人で活躍した選手が他に行くっていうことがすごい信じられなかったんだよ、最初はね、はい、でも巨人が設定した賞っていうのは変だけど、はい、そういう賞に輝くっていうのは、うん、俺はなんかね、すごく嬉しかった。あー、垣根を越えたっていう、なんか、だから長嶋さんがどっか行くなんて想像できないし、王さんが どっかのユニフォームを着るなんて想像できなかったの、はい、もう小さい時から見ててさ、うん、でもその王さんが動いてその賞を取ったっていうのが、俺はなんかすごく胸にジーンときたのを覚えてる。そうなんですね、うん、だからその王さんの昔からの巨人ファンの人たちも、なんかそう一種の思いだったかもしれないです ね、豊さんと一緒も、はい、そして12月になります。12月6日、広島から FA 宣言した江藤明が2度目の入団交渉を行い、契約に合意ということで、まあ、巨人に入る、はい、巨人、ね、はい、で12月14日、大栄から FA 宣言した工藤公康が、巨人への入団を正式に発表。根こそぎ取ってんなみたいな。ねえ、そうですね、大栄、そうですね、その前には清原とか取ってるからね。いや、そうですよね、すごいよ。この時の巨人は言われてましたね、登山。でも江藤は巨人に入って感動用ホームランを打ってるんだよね。まだこれは年次で出てくると思うけど、後々ですね。すごい試合だった、優勝を決めた試合で、はい、まあ、ここまでヒント言えば、もう見てる人は分かると思うんだけど、はい、もう俺は鳥肌全開だったと思う、そのホームラン。あ、それもじゃあ2000年代に入ってからやりましょう ね、 うね、はい、というわけで今回は99年の、出来事を振り返りました。はい。